今回はご家庭でもお手軽に作れるツナマヨで簡単冷やし中華の作り方を紹介します。チャーシューやハムがなくてもツナ缶があれば簡単に作れるレシピです。マヨネーズ風味なのでお子様にも喜ばれる味わいで、ちょっと仕上げにラー油を垂らせば大人の味わいも楽しめるレシピです。それでは作っていきましょう。材料は2人前、中華麺2玉、ツナ1缶、マヨネーズ大さじ1、生姜みじん小さじ1、玉ねぎみじん4分の1個、きゅうり細切り2分の1本、大葉2枚、トマト角切り2分の1個です。冷やし中華のタレの分量は概要欄に書いておきます。マヨネーズに黒胡椒を軽く振りかけ混ぜ合わせておきます。たっぷりのお湯を沸かし、そうしたら中華麺を入れて茹でていきます。箸でよくほぐしながら茹で、目安の時間よりも30秒長く茹でていきます。麺が茹で上がったらざるに取ります。流水でよく洗い、麺のぬめりを取ります。この作業が冷やし中華で一番大切なので、よくもみ洗いするようにしてぬめりを取ります。そうしたら氷水に入れ10分くらいつけておきます。氷水でしっかりと冷やすことで麺にコシが戻り、つるつるでしこしこの麺に仕上がります。ザルでしっかりと水気を切り、さらに盛り付けます。ごま油を小さじ1入れ、麺と和えます。冷やし中華のタレをかけます。真ん中にきゅうりを乗せます。この上にツナマヨを乗せます。トマトを大さじ1散らせるようにして乗せていきます。大葉を1枚手でちぎり乗せていきます。これでツナマヨ冷やし中華の完成です。少ない材料でお手軽に作れるので、よかったらお試しください。お好みでラー油をかけても美味しいです。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いします。